ランニングワイルドは、ドイツ出身のヘビメタルバンド、アクセプトラと並んで、ジャーマンメタルの早々期から活動し、海賊をモチーフにしたスタイルを展開している子さんのグループ。2009年に解散するも、撤回して再始動を果たしている。主催ロックンドルフ1976年前身となるスクールバンド、グラナイトハーツ結成。当初のメンバーは、以下の通り、GVO。 ロックン・ドルフ・ジー、ウベ・ベンディヒビー、ヨルグ・シュワルツ・ディエス、ミハイル・ホフマン結成から間もなく、ベースがカースティン・ダビドにチェンジ。この年のうちに初のライブを経験する。1979年バンド名をランニングワイルドに変更。ジューダス・プリーストの前年にリリースされた同名曲にちなむ。1981年でモテープ、ハローザ・ヘル。 ウォーチャイルド、キング・オブ・ザ・ミッド・ナイト・ファイアをレコーディング。ベーシストは、マテアス・カウフマンに、ドラマーは、発声にそれぞれチェンジしている。1983年マテアスが、兵役のために脱退。ほぼ同時に、ウベも脱退する。後任には、ギタリストにプリーチャー、ベーシストに、ステファン・ボリスが迎えられた。新しいデモテープ、ヘビーメタル・ライク・エイ・ハマーブローを制作。 進行レーベルノイズのコンピレーションアルバム、ロックフロムヘルに、ヘビーメタル・ライクから、エイドリアン、チェインズ・レザーの2曲を提供。このアルバムには、グレイブ・ディガーも参加していた。1984年ノイズのコンピレーションアルバム、デス・メタルに、アイアン・ヘッツ、ボーンズ・ツー・アッシュズの2曲を提供。ノイズと正式に契約し、6月にデビューアルバムのレコーディングを開始、ファーストアルバム、 ゲイツ・ツー・パーガトリーリリース。シングル、ビクティム・オブ・ステーツ・パワーリリース。このシングルにはそもそもタイトルが付けられておらず、便宜的に、ワルプル・ギス・ナイトと呼ばれていた。10月、デビュー後初のライブ、グレーブ・ギガーとシナーとのライブだった。1985年4月、シナーと共に、ドイツ国内をツアー。進学を学んでいたプリーチャーが、脱退、聖職者に転身した。これに伴い、 ギタリストとして、マイク・モティが加入、セカンドアルバム、ブランデッドエックス・イールドリリース。1986年、モトリー・クルーのヨーロッパツアーのオープニングアクトに大抜擢される。5月、初のアメリカツアーを行う。1987年、サードアルバム、アンダー、ジョリー・ロジャーリリース。前2作の悪魔的イメージを払拭し、現在まで引き継がれる海賊のイメージを確立。 ベーシストがステファンからヤンス・ベッカーに、ドラマーが、ハッシェからステファン・シュアルツマンにチェンジ。4月、ヘッドライナーとして初めて、ヨーロッパツアー。10月、レディー・フォー・ボーディングと名打って、ヨーロッパツアー。1988年前年の、レディー・ツアーから、ドイツ・ミューン・ヘイ及びボーフムでのライブを録音した、ライブアルバム、レディー・フォー・ボーディングをリリース。未発表曲、プユリガトリも披露している。 フォースアルバム、ポートロイヤルリリース。ステファンが UDO に引き抜かれ、後任にイアン・フィンレイが加入。1989年イアンが腕を骨折し、ツアーのための代役にヨルグ・マイケルが起用される。先行シングル、バッド・ツー・ザ・ボーンリリース。フィフスアルバム、デス・オア・グローリーリリース。ツアーに合わせて、シングルのレコーディングを開始。1990年シングル、ワイルド・アニマルリリース。 イアンが脱退し、ヨルグを再びツアーメンバーとして起用。1月1ヶ月半にわたるデス・オア・グローリーツアーが大成功を収める。5月、デスの日本版がリリースされ、デビュー6年目、アルバム5枚目にして日本デビューを飾る。正式ドラマーとしてバンドのローディーだった AC が加入。マイクが脱退し、公認にシンバルメーカーアップアイステの社員だったアクセル・モーガンが加入。 1991年シングル、リトルビッグホーンをリリース。4月、3ヶ月にわたる、ヨーロッパツアーがスタート。5月、6スアルバム、ブレイゼンストーンリリース。売り上げ12万枚を記録。初のベストアルバム、ファーストイヤーズオブパイらしいリリース。全曲、ブレイゼンストーン時のメンバーによって、リレコーディングが行われている。ツアー終了後、ヤンスと AC が脱退。 1992年新しいリズム隊を UDO から引き抜く。ベーシストはトーマス・ズムズンスキー。ドラマーは出戻る形になったステファン・シュバルツマン。7月、シングル、リード・オア・ゴールドリリース。9月、セブンス・アルバム、パイロ・オブ・スカルズリリース。11月、ドルフとアクセルがプロモーションのために来日。1993年1月、ツアースタート。ツアー終了後、 パイルレコーディングからロルフとの関係が悪化していたアクセル、ステファンの二人が解雇される。12月、ギタリストとして、モトリスクのシロ・ハーマンが加入。ドラマーは以前ツアーに帯同したヨルグ・マイケルを正式メンバーに迎える。1994年2月、先行シングル、ザ・プライバティアリリース。4月、エースアルバム、ブラックハンド・インリリース。 翌月からグレイブディガーと共にヨーロッパツアー。1995年6月、0時、グレイブディガー、ガンマ、レイ、アイスドアースなどと共に、サマーメタルミーティングと名打たれたパッケージツアー。10月、ナインスアルバム、マスカレードリリース。このアルバムを最後に、レコード会社をノイズレコードから GUN に移籍。1996年、マスカレードツアー。 1998年テンスアルバムザ・ライバルリーリリース日本オリジナル選曲でロルフも選曲に参加したベストアルバムザ・ストーリー・オブ・ジョリー・ロジャーリリース3月ストラトバリウスへの宣伝を理由にヨルグが脱退翌月からのドイツツアーには レイジのクリスエフティミアディアスを起用。9月、サイドのドイツツアーが、ロルフのガールフレンドの休病のためキャンセルされる。1999年、ですから、マスカレードまでの5枚が、ノイズからリマスターバージョンとして再発される。新作のレコーディングに向け、スタジオドラマーとして、アンジェロ笹を起用。2000年1月、イレブンスアルバム、ビクトリーリリース。3月、ドイツツアー。 ドラマーとして再び、クリスを起用。スウェーデン、ドイツ、スペインなど、ヨーロッパ各地でのロックフェスティバルに多数出演。ドイツ盆公演ドイツバッケン公演2001年白、トーマスが脱退。ベーシストとして、ペーター・ピヒエルを迎え、ドルフがギタリスト兼務、スタジオドラマーは再び、アンジェロという形で、新作のレコーディングを開始。2002年2月、トゥエルフスアルバム、 ザ・ブラザンフットリリース。3月、ライブギタリストとして、ベアンド・アウファーマンが、正式ドラマーとして、マテアス・スリー・ベトゥルースが加入し、このメンバー4人で、ドイツツアー。6月、イタリアの、ゴッズ・オブ・メタル・フェスティバルに出演。この年のフェスティバルには、マノ・オー、ブラインド・ガーディアン、シンフォニー X なども出演した。9月、オスナ・ブリュックでのライブを収録した、ライブ・を2 CD。 CD&DVD、DVD の形で、それぞれリリースされた。2003年8月、ドイツの、バキンオープニアーに出演。9月、デビュー20周年を記念した、アルバム、20ティアーズ・イン・ヒストリーリリース。2004年、20イヤーズが日本で、キングレコードからリリースされる。2005年13スアルバム、ルーナス・エンボーグリリース。 この後、ギタリストのピーター・ジョーダンが加入。2009年7月30日、ワキン・オープン・エアーへの出演を最後に解散。2011年秋頃、ロルフが再結成を発表。復活作、シャドメイカーを2012年4月にリリース。2013年再結成後2作目のアルバム、リシリアントを10月にリリース。2016年フィフティーンスアルバム、ラピット4を8月にリリース。 1992年にロックンドルフと当時のギタリストアクセル・モーガンがプロモーションのために来日したのみで日本でライブが行われたことはない。1990年代に東芝 EMI ・ビクターが日本版を発売していたが2002年以降のスタジオアルバムは日本版が発売されず2013年にレジリエントがスピリチュアル・ビーストから日本発売された。 ギターベースドラムス、ありがとうございます。